ハンス・クリスチャン・ヘグは、ノルウェー系アメリカ人のジャーナリストで、反奴隷生制活動家、政治家、兵士。アメリカ南北戦争では、北欧人による第15ウィスコンシン義勇連隊を率いたことで有名。チカマウガの戦いで受けた傷により亡くなった。1829年12月21日に、ノルウェー、ブスケルーケン・リールにある、リールビエンのコミュニティのハウゲスタットで生まれた。 宿屋の長男で、その下に三人の兄弟がいた。父ハンセンヘグは、1840年に家族と共に、アメリカへ移住し、ウィスコンシン州のマスケーゴセトルメントに定住した。家族と共に、マスケーゴに到着した時、彼は11歳であった。その後、すぐに、才能のある少年として、名声を得た。20歳の時、サクラメントバレーでの金の発見に魅了されて、 三人の友人たちと共に、フォーティナイナーズの軍隊に加わった。その後、二年間をカリフォルニアで金の炭鉱探しに費やした。しかし、父の死後1851年にマスケゴ地域に戻った。そして、ノルウェー移民の娘であるガンヒルド・アイナングと結婚した。後に、奴隷制度を意味嫌う、新興政治家となる。自由土地等の熱烈な党員にもなる。 第4ウィスコンシン州民兵の少佐であり、ウィスコンシン州立刑務所長官を務めた。ウィスコンシン州全域において選出された最初のノルウェー生まれの候補者ともなった。新しく結成された共和党にはすぐに参加した。遠慮のない反奴隷制活動家であり、ウィスコンシン州のワイドウェイクスや逃げた奴隷を捉える者たちと敵対する民兵のリーダーであった。この期間には、 逃亡した奴隷を救出するためにボートを先導した後に連邦政府の指名手配犯となったシャーマンブースをかくまった。1860年、ワウプンの州立刑務所の委員に選出され、2年間、そこに勤めた。刑務所は、放浪者たちを改心させ、失われた人々を救う。リクレームザワンダリングアンドセーブザロストために使用されるべきだと信じて、 刑務所に対する多くの改革の先頭に立った。ハンス・クリスチャン・ヘグ大佐の像、ウィスコンシン州議会議事堂、マディソン南北戦争の勃発とともに、アレクサンダー・ランドール知事から第15、ウィスコンシン義勇連隊の大佐に任命された。若き、北欧人たちに向かって、我々を受け入れてくれた国の政府が、危機に瀕している。我々の国、 そして我々の家庭を守るために手を差し伸べることは勇敢で賢い市民としての我々の義務である。と訴えた。第15位ィスコンシン義勇連隊はその兵士がほとんどすべてノルウェーからの移民であり一部はデンマークやスウェーデンからの移民だったためスカンジナビア連隊とも呼ばれていた。そして彼らは北軍で唯一の北欧人連隊であった。 1862年10月8日、ヘグ大佐は自らの連隊を率い、ペリービルの戦いに参加した。第15ウィスコンシン連隊は敵によって数マイル交代している間に放火を浴びせられていたが、犠牲者はほとんどなく、死亡者もいなかった。しかし、馬が倒れた時に負傷したことで、彼は負傷者の一人となった。ストーンズリバーの戦いの時も連隊を指揮した。 ストーンズリバーでの彼の指揮を評価したウィリアム・ローズ・クランズ少将は、1863年5月1日、彼に新しく編成されたカンバーランド軍、第20軍団第1師団の第3旅団の指揮を任せた。1863年9月19日、マウガの戦いで、第3旅団を率い、致命傷を負った。彼は、蝶を撃ち抜かれ、その翌日には亡くなった。 彼の死を聞いたローズクランズ少将はヘグ大佐を順序に昇進させるつもりだったと述べ、その死を惜しんだ。彼は南北戦争中に戦死したウィスコンシン州の三人の大佐のうちの一人である。ウィスコンシン州のウィンドレーク近くのノルウェールウテル教会墓地に埋葬された。ありがとうございます。